ナンバー、アイメンバーの真実。平野紫耀の裏の顔にファン驚愕。ゴートの新曲で見せた衝撃のダンススキル。岸優太、神宮寺優太の新たな一面が明らかに。ファン必見の素顔。ナンバーアイの岸優太、神宮寺優太がテレビ出演に向けて着実に準備を進めている話題が広がっています。しかし、その一方で、グループメンバー平野紫耀の活躍に対する不満の声も一部で聞かれます。 一体どのような展開が待ち受けているのでしょうかデビューして約4ヶ月が経ち、音楽活動もスタートしてから約1ヶ月。GOT はビルボードジャパンダウンロードソングチャートで1月10日と17日に公開された分で2週連続1位を獲得し、MV の再生数はすでに3000万回以上となるなど、その勢いは急速に広がっています。特に注目すべきは2月5日に公開されたコレオグラフィービデオで、 ゴートのダンスパフォーマンスの全貌が明らかになりました。これにより、3人のダンススキルの高さが改めて浮き彫りにされ、多くのファンを魅了しています。ゴートの新曲は、これまでのイメージとは一線を画す全編ラップのヒットホップソング。そのため、これまでゴートの音楽に触れたことがなかった人たちにとっても、新鮮な驚きがあることでしょう。特に神宮寺優太さんと岸優太さんの存在感が際立ち、 ファンは彼らの歌声やダンスに感動しています。彼らのパフォーマンスにおける表現力や技術の高さについて、新たな視点から発見があるかもしれません。一方で、これまでのイメージとは異なり、表現豊かな歌声と難しいダンスをこなす神宮寺雄太さん、そして長年の経験で培ったダンススキルでグループを引っ張る平野耀さんの個性に注目が集まっています。特に平野耀さんは、 パフォーマンス力を上げるために日々努力し、常に高みを目指す姿勢がファンに感動を与えています。しかし、私たちはグループの裏側も覗いてみると、彼らの元の一面に触れることができます。夏休みのハワイ密着企画では、平野さんが無邪気に川で遊び続けたり、独自の発言を繰り出す一幕も、これによって、グループの和やかな雰囲気も垣間見ることができました。3人の本質的な部分は変わっていないとされる中、 平野紫陽さんと神宮寺ゆ太さんがナンバーアイに所属するきっかけとなったのは、グループ結成以降の中日の夏休み内での罰ゲームでのエピソード。岸ゆ太さんがスカイダイビングに挑戦する際に、平野紫陽さんが冗談交じりに、生まれ変わっても迎えに行くと言葉をかけ、仲間との一体感が形成された瞬間でもあります。2024年の抱負について、 神宮寺ゆ太さんは、見たことのないようなことを挑戦し、みんなに喜んでもらいたいとコメント。平野史洋さんも、挑戦している姿を見せて、エンターテイメントの素晴らしさを広げていけたらなと目標を掲げ、岸ゆ太さんは、審議体で大切にされている心と体を根本的なところから大切にしていくとコメントしました。また、 キシさんはグループ活動に加えて個人としても活躍しており、SNS では独自の文章スタイルでファンを楽しませています。彼の独自のキャラクターはテキストだけでなくバラエティ番組やドラマ、映画などでも愛され続けています。その中でも、キシさんの演技力は映画、ジメって、での主演が評価され、26歳にして高校生役を見事に演じ切りました。彼の個性が共演者やスタッフからも愛され、 笑いを届けています。これからもナンバーアイのメンバーたちは、個々の個性を活かし、グループとしての活動だけでなく、個人としてもさらなる挑戦を続けていくことでしょう。ファンたちは、新たな展開や驚きに期待しながら、彼らの成長。